はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですねデュエルリンクスラジオのお時間なんですが、本日は私が思う今のデュエルリンクスの問題点についてちょっとお話ししていこうかなと思っておりまして、ちょっとですねいくつか思うことがあったので、動画にしてます。はい、リンクスを最も愛する僕が今思うこと問題点5選ちょっと、聞いていただきたいなと思ってますね。はい、で皆さんもどう思うかちょっと考えていただきたいんですけれども、まずですね断っておきたいことがありまして、大前提ですね、僕はこのゲームが本当に好きなんですよ。本当に好きなんですよ。もうかれこれ4年間はこのゲーム遊んでおりますので、最初に言っておきたいことはコナミさんには本当に感謝しかないということ、本当にこれは心の底から思っております。心の底から思っている。ただ好きだからこそ今言っておきたいことが実はありましてですね、っていうのも最近このゲームを続けている中で納得できないことっていうのがいくつか出てきているんですよ。で最近このゲームを続けている中で動画のコメント欄なんかでも結構ね引退しますとかね、そういった声もなんかちょくちょく聞こえるようになってきてますってですね、なんでそんなことになってしまっているのかっていうのを、僕なりに、考えてきました。ぜひですね最後まで見ていただいて、皆さんも今どう思っているのかっていうのを教えてほしいです。逆にこの動画のコメント欄がデュエルリンクスにおけるね目安箱みたいになればいいなと個人的には思ってますんで、ぜひ皆さん、ご協力をお願いできればと思っております。早速いきます。まずですねなんでこんなことになってしまっているのか、コメント欄でその引退しますみたいなコメントが多くなってしまっているのかっていうことなんですけども、まず考えたのは特定カードが特定期間でしか入手できないっていう問題ですね。これは、例えばセレクションの、カードとかイベントカードのことなんですけども、例えばですね、復帰しようって思った時とか、あと新しくこのゲームを始めようとした時に、入手ができないカードが存在しているっていう時点でまず問題なんじゃないかなと思いました。結局例えばガチでやっていた人がね新しいカードをゲットしようと思っても始めてもできないと。で新規参入も同じですよね。新しくこのゲーム始めてみよう、じゃあ最高ショッカーが欲しい、でも今ゲットできない、はってなりますよね。まずここで機械損失を生んでいると、これはガチ勢にもエンジョイ勢にも双方に言えることだと僕は思ってます。例えばガチ勢だったら KC 前に月の書が欲しいと、月の書欲しいんだけどセレクションボックスないからゲットできないと、エンジョイ勢だったらさっき言ったように最高ショッカー欲しいんだけど最高ショッカーないと、こういうことが起きてるのはやっぱり問題で、これってカードはいつでも入手できる状態じゃないっていうのが参入障壁が高いっていうことになっちゃってるんですよね。やっぱりねこれは問題だと俺は思う。で、2つ目問題点、ボットが湧きすぎ問題。やっぱこれはどうしてもねあると思うんですよね。フリー対戦今やってみていただくと分かるんですけども、9割がボットなんですよ。特にね本当にフリー対戦がひどくて対人戦としての機能をなしておりません。全くね、ランク戦でもねボットたまにいるんですよ。少ないとはいえ、キング隊とかになると、そこそこいますかね、そこそこ当たる。で、この状況っていうのは対人戦として完全に終わってますよね、どう考えたって。だからコナミさんにお願いしたいのは、早急にやっぱりボットを駆逐するか、ボットを使ってスキルを掘っていい対戦モードみたいなのをフリー対戦の下あたりに実装するかした方がいいかなと。フリー対戦ってランク戦もそうですけど、ランク戦はどっちかというとガチ勢が戦う場所で、フリー対戦っていうのがエンジョイ勢というかね、環境外デッキとかを使ったりとか、するモードだと思うんだけども、これがやっぱ機能しないとやっぱりランク戦しかねやることがなくなっちゃうんで、どうしても強いデッキしか価値がないっていう風になっちゃうんですよ。これランク戦のフリー対戦の闇を暴くっていう動画でもやりましたけど、散々言いましたけど、これはやっぱりどうしたって問題だと俺は思うね。で3つ目の問題点、これがめちゃくちゃ大きいと僕は思ってるんですけども、運営さんがゲームの楽しみ方をユーザー任せにしすぎているっていう点ですね。目指すものが本当に KC カップしかないんですよ今基本的には。ちょっと言葉悪くて本当に申し訳ないんですけども、運営さんが適当にカードを実装して KC だけやっとけばいいと思ってる節があるように思うんですが、皆さんはどう思いますでしょうか。
あの最近はねポイントバトルとかも開いてますけども、それだけで運営してる気になっていませんかっていうのを僕は問いたいです。まあ、正直本当に今のリンクスって KC カップ以外やることないんですよね。競技志向のプレイヤー以外にもやっぱりね遊戯王ファンっていうのがいっぱいいて、そういうユーザーにこのゲームって楽しんでもらえないと全体的なユーザー数って増えないと思うんですよ。どう思いますか皆さんは。競技志向 e スポーツだけやってたらそのゲームって盛り上がりますかね。そうじゃないですよね、きっと。まあ、もちろんガチ勢の人も、まあ、必要ですし、エンジョイ勢っていうのもたくさん遊戯王ファンの中にはいて、でちなみに僕がリンクスを始めたきっかけっていうのは対人戦で勝ちたいからじゃないんですよ。遊戯王っていうカードゲームが懐かしかったから始めてるわけですよ。でこういう人たちを楽しめるために運営さんは何かしてくれていますかってことなんですよね。例えばキャラクターが好きだったりとか、まあ、青春を思い出して、まあ、楽しんだりっていう遊戯王の魅力ってそこにもあると僕は思ってるんですよ。でまあちょっとね勘違いしてほしくないのは、決してねガチ勢の方を批判しているわけじゃないんですよ。ガチ勢向けだけにしかイベントをしないとファンは離れてしまうんじゃないですかっていう問題点を僕は問いかけています。ぶっちゃけねガチガチの対戦がしたくてこのゲームをやり続けてるユーザーしかいないんだったらこの運営方法でもう全く問題ないと僕は思うんですね。ただし遊戯王はそれだけじゃないと僕は思っているから、そういう人たち、まあ、エンジョイ勢とかねがねやめてしまってるっていうのが大きいんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。ガチの人って多分ねやめてないと思うんですよ今まだ。KC カップ、まあ、常に開かれてますし、ポイントバトルもありますし、でチーム戦リーグ戦なんかもツイッターではありますんで、多分続けてる人が多いでしょう。やめてる人はどっちかっていうとおそらくエンジョイ勢の人が多いと僕は思ってます。で問題点ばっかり言っててもしょうがないので、例えばじゃあ僕だったらどうするかっていう話をねちょっとしていきたいなと思うんですけども、まずはやっぱりね面白いイベントを開催することだと思うんですよね。まあ、例えば、まあ、人気キャラクター、まあ、覇王10代さんとか、まあ、吹雪さんとか、まあ、誰でもいいんですけど、をイベント例えば限定で使えるっていうイベントを開いたらどうでしょうか。まあ、理由としてはキャラ好きのファンを満足させるためっていう、まあ、そういうことなんですけども、キャラ見せだけして最近ね当たり障りないカードを実装して終了っていうイベント結構多いじゃないですか。じゃなくてそのキャラクターを満足に使わせてくれること、これがファンにとって一番の喜びになるんじゃないかなと僕は思うんですよ。で僕ならどうするかその2なんですけども、イベントでしか使えないような強めのキャラデッキを作って、でイベントを進めて、それを進めれば誰でも新規カードをしっかり入手できるようなイベントを設計するっていうことですね。これは理由としてなんですけども、リンクスのイベントって本当ね9割つまんないんですよ。モチベーションがね上がんないですね、イベントやってるだけでは。だから本当に対人戦っていうか、まあランク戦とか KC しかないとかって言われる原因になるんですけども、正直どうでもいい周回デッキで8000評価出さなきゃいけないイベントが面白いわけないと僕は思うんですよね。皆さんはどう思いますか。どうでもいいモブを狩らせてガチャ回すイベントって面白いですかね。まあ僕は面白くないと思うんですけど、まあこれ人それぞれの価値観があるんでね、あれですけども、タッグデュエルとかの方式は結構ねいい感じなんじゃないかなと思ってるんですけどね僕は。で僕ならどうするかっていう問題点の、3個目なんですけども、キャラクター解放権も売っちゃったらいいじゃないですかね。理由としてなんですけども、好きなキャラクターをすぐに使えないとやっぱりモチベーションって上がんないと思うんですよ。手順がそのキャラクターをゲットするまでに多すぎるとそれだけで面倒になってしまって、だからやめちゃう人いいんじゃないかなって思ってるんですよね。だからこれに関しては結構確信を得てるかなと思ってて、スキルチケットだけじゃなくてキャラクター解放権も売っちゃえばと思ってます。で僕ならどうするか4つ目なんですけども、 KC カップとかポイントバトル以外に特殊レギュレーション戦を開いたらいいんじゃないかなと思ってます。でこれ理由なんですけども、競技志向以外のプレイヤーにも遊戯王を楽しんでいただける場をね提供するべきだと思うんですよね。ガチテーマ以外で戦える環境っていうのが、まあ、必要だと思ってて、これ要するにランク戦とか KC 以外に楽しむ場所を作るってことですよね。要はフリー対戦がね死んでるんで、まあ、昔レギュレーション戦っていうのがありましたね。なんかちょっとあんまりね良くなかったんですけども、レギュレーション戦自体は結構その環境デッキ、ほぼ環境デッキになんかそのレギュレーションを入れただけみたいなデッキがはびこったんで微妙なんですけども、じゃなくてもうちょっとね縛ってもいいかなと思ってて、例えばですけども、まあ、うちのチャンネルでよくやっている、まあ、NR 限定戦、まあ、ノーマルとレアしか使っちゃいけないとか、あとハイランダー戦、
のハイランダーデッキを使って組む戦いとか、あと昔のカードのみ、例えば1期から3期までのカードしか使っちゃいけない、デュエルとかキャラデッキ戦とか、まあいろいろあると思うんですけども、考えたらこういうことを開いていくのがいいんじゃないかなと。これをね、あのユーザー任せに好きだと思うんですよ、このゲームは。でぶっちゃけランクマとか KC やってたら、まあ正眼ばっかりとか打点子ばっかりってなって嫌になるような人っていろんなデッキと対戦できる、これを楽しみに、してることが多いと思うんですよね。でちょっとダメなところをね、話に、戻るんですけども、問題点4つ目ですね、規制されてしまったカードやスキルが即座にゴミになってしまうっていう点、これ問題だよね。課金してゲットしても規制されたらおしまいっていう点ですね。まあ、カードゲームなんでね、ある程度のバランス調整っていうのは必要不可欠ではあると思うんですけど、せめて対人戦のみに適用するっていうことにすべきじゃないかなと思ってて、まあ、僕ならねどうするかって話なんですけども、対人戦以外、例えば CPU 戦ね、 CPU 戦でやっぱリミットとかスキルの影響は、まあ、受けないようにするべきなんじゃないかなと思いますね。これわざわざその CPU 戦までリミットとかスキルの修正を、まあ、与えなきゃいけないっていう、まあ、理由はないじゃないですか。別にそれがあったところで誰も困るわけじゃないんで、なんで、まあ、理由としてなんですけども、せっかく集めたカードを活躍させる場がゼロになるっていうのはおかしいんで、まあ、その活躍させられる場が少しでもやっぱあった方がいいなと思ってます。これもね、あのノーリミット大会みたいな感じで、あのたまに大会開いたりするんですけれども、まあ、そういうのはねやっぱりね、まあ、運営さんがガンガン開いていただくべきなんじゃないかなと思ってて、あんまりそのなんだろうな、ユーザー任せにインフルエンサー任せにするべきじゃないなと個人的には思ってます。はい。で問題点5つ目、まあ、問題点としては僕が考えるのは最後なんですけども、イベントがね面白くないっていう点がどうしてもありますね。これさっきも同じような話しましたけど、まあ、どうでもいい作業イベントが多いと、非常に多い、あの時間泥棒っていうやつですね。で8000周回してカード集めるだけのイベントって面白いわけないんですよね。モブ狩り強要させるって面白いわけないんですよね。さらに報酬カードが絶望的に魅力がないと、これもやっぱ問題点としてあると思ってて、でじゃあ例えば僕だったらどうするかなって考えたんですよ。例えばめちゃくちゃ強い CPU キャラクターを出して、そいつを見事倒したら報酬ゲットっていう、まあ、もちろんその強さはね初心者とか上級者で選べるようにするべきだと思いますけど、そのね、もともとさ遊戯王のゲームってこうじゃないですか。あの例えばゲームボーイとか、まあ末置きでもいいですけど、強い CPU に挑んで自分の世界のねキャラクターデッキとかガチデッキで勝って俺強えってするのが多分遊戯王じゃないかなと思うんですよ。でもちろんそうやって遊んで報酬がしっかりとゲットできたらもうこんなに嬉しいことはないですよね。それから例えば人気キャラクターをイベント限定で使えるようにする、あのカイトさんのイベントすごい良かったと思うんですよね。あのカイトをちょっと実装前に使えて、まあ、スキルも使えたみたいな、あれがね結構良かったと思うんですよ。でこれ理由としてはやっぱりねキャラのファンを満足させるため、あのイベントは楽しかったと記憶してますね、あのカイトのイベントね。で他にもねいくつかあって、イベント限定で使える固定デッキで戦うっていう、まあ、この方法タックデュエルとかは結構いい線いってんじゃないかなと思うんですよね。こういうイベントを遊んでたら、なんか楽しんでたら、なんか勝手に報酬が集まってたってなるのが、まあ、理想だなと個人的にはまあ思いますね。はい。というわけで、僕が思ったことは、以上でございます。はい。まあいろいろね、まあ皆さんも思うことはあると思うんですけど、やっぱどうしてもねその KC カップとかランク戦しかないとどうしてもやっぱりあの環境に嫌気がさしてしまう人とか、まあエンジョイ勢中心に、まあ、辞めてしまっていく人は多いと思うんですよね。でこれを、まあ、僕らインフルエンサー任せにあの永遠にし続けられるのはやっぱ違うなと思ってて、やっぱり運営さんがなんとかしてなんとかできる部分もあると思ってるんですよ。もう一回言ってきますけど、僕はこのゲームが好きなんですよ、本当に好きなんですよ。だから言ってるんですよね、このゲームを、この楽しいゲームを、まあ、楽しくない方法に持っていってほしくないと思ってて、こういうことをしたら、まあ、なんとかそういう人たちにも楽しんでもらえるんじゃないかなと思って、一応提案としてこの動画作ってますんで、よかったら皆さんもどう思ったかはねコメント欄で教えてほしいと思ってます。はい。このコメント欄がコナミさんに届くことを祈ります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。